はい、皆さんおはにばして、はい、ということで今回はディーモの方やっていきたいと思います。はい、でちょっとあの後ストーリー進めて、まあいろいろと曲とか出てきたんですけども、ちょっと今回はね、まあ俺のめちゃめちゃ好きな曲ってのもあるこのマグノリア EX 面やっていこうかなと思います。いやもうほんと、いやめっちゃこの曲好きだったってのと、まあこの曲のハートの方はまあ結構やり込んでて、まあ 99.92 までは出してて、そう、いや、まあちょっとオールチャーミングじゃないのかっていうそのツッコミがめちゃめちゃ聞こえてきそうだけど、まあちょっとそこはちょっとお心なんちょっと留めておいていただいてね。あ、はい、とまあちょっとそんな感じで、まあすげえ楽しみだったんで、ちょっともう今回これやっていこうと思います。はい、まあちょっとレベル M ね、そうマグノリアの M かなこれは。いやまあちょっと正直まあね、ちょっと音ゲーに関してはなんだろう、まあ鬼畜不明を求める俺ド M だから、そうまあちょっとある意味ね、この同じ M 同士でね、初見プレイでも適合するんじゃないかとね言った感じで、まあちょっと自分でド M って言っちゃうとね、いやマッチ少女も華々しいけど、じゃあもうちょっと早速やっていきます。いややべえ、いや超楽しみだわ。あーでそう、ちょっとね、スピードね、ちょっとね、6.5 に上げました、はい。ちょっともうね、前のままだとね、ちょっとね、ブランクもあってね、目がもうね、追いつかねえ、もう。老化しちゃってっから、もう。よし、まあ、とりあえずちょっとやっていこう。さあ、どうなる。いや、もうこれ、出だしのね、もう、ストリングスからもう、美しすぎる曲が、ほんとに。なんだっけ、これ、ディーモの方のさ、この、レベル10の方さ、あ、いいぞ、なんとか、あ、取れてる、取れてる。レベル10の方さ、なんだっけ。結構さ、まあレベル10の中じゃ簡単な方って言われてたからさ、まあこの、あのダブステ地帯ね、あのダブステ地帯がどう来るかっていうのがね、めちゃめちゃ期待できるよ。いつか、え、俺コンボ切った？あれ、右上の FC の枠ないんだけど。まあいいでしょう。あ、でもまあこの辺はいいじゃん、割と。あれ、ちょっとミス出てっけど、ちょっと待って、おい、唐突な3本指で垂らす。唐突な3つの音やめなさい、ちょっと。いやらしさちょっと増強してるようだね、やっぱり。でもまあ、え、でもなんかそんなにさ差異はなくない、なんかあんまり変わってるイメージないんだけど、気のせい。いやでもやっぱちょっとフラグになりそうだから、ちょっとタワゴタを抑えるわ、ちょっと。だからこの唐突にこうな、もうさりげない顔で来るこの3つの登場ですね。これちょっといやらしいけど、でもね、なんか割とうまくない？え、これさ、いやでもなんだかんだやべえの来そうだわ、なんかそんな感じがする。なんか第6巻がね、そう告げてる俺の。さあどうなる。いや待って、いや、あ、なるほど、ちょっと縦連で潰してくるスタイル。ちょっととりあえず縦連置いとけばいいみたいな、とその精神やめなさい、ちょっと。え、むずっ。え、つかちょっとこの譜面さ、なんかあれに似てね。あ、ちょっと なんだっけ、ちょっと曲名が出てこない。むずい、ちょっと黄色、むずい、いやらしく黄色混じってくんな、おい。黄色でアートを描くな。なんだっけ。あ、でもなんかすげえ、ほんと正当評価って感じだね、なんか。あれだ、アルテールだ。なんかアルテールとミオソティスをなんか足してなんか2で割るのを忘れました的な。なんかそんな感じじゃない、なんか説明がゴミすぎて、ちょっといい表現できないけど。あの、まあ、クリアしてるからまあいいでしょう。最後までトレルが密集していく。81.1 やべ、待って、やべ、なんか降りてきた。いや、素で油断してた。普通に終わったと思ってた。おい、ちょっと待って。おい、あのワンブレスにちょっとノート置いてくるな。おい、いやらしさ最後はね、マックスかよ、おい。最後まで超たっぷり的なね、あの突破的な感じで、やらす最後までたっぷりじゃねえかよ、おい。ちょっと意味わかんねえけど。はい、ということで、ちょっと最後のちょっと、あれはちょっといやらしいけど、あ、まあなんか、え、まあ、うん、普通のなんか純粋な正当強化って感じで、いや、これはね、やっぱ楽しいわ、これ。いや、いいね。やっぱエクストラメン。これね、なんかね、レベル10で求めていたものをね、より凝縮してくれたって感じで、この中で。いや、いい。理想をね、ちょっとね、体験してくれたわ。はい。ちょっともうちょい詰めてみるか、これ。これさ、これはむずいわ。いや、まあ、でも実際のチャーミングヒッツは、まあじゃない？うん。よくも悪くもないみたいな。うん。で、これ実際最後の、あのブレスの
バンノートね。あれ、また失って、まあ、それちょっとカウントなしとして、まあ、それ1カウントとしてね。まあ、ちょっと多めに見てね。うん。1136で、まあ、1161分の1136って言ったら、まあまあ、個人的には悪くないかな、みたいな。うん。はい。まあ、とりあえずまあ、89.49。まあ、ちょっと自分の中じゃ納得いかないけど、まあ、ちょっとこれが限界です、今ちょっと。はい。はい、ということで、やっぱね、D もね、コンボゲーじゃん、もう。サイタスとかはさ、まださ、なんだろう、TP があるからさ、このミス関係なく、自分の精度をさ、より、なんか、測る指標があるからいいけどさ、これコンボゲーだからさ、本当に、なんていうの？その、もうコンボ切った瞬間、どんなに精度良くても、なんかスコア低くなるから、ちょっとね、これがね、やっぱね、俺の中で痛いんだよね。うん。はい、ということで、まぁちょっと、まあ、そんなことどうでもいいんですけども、はい、まあとりあえずまぁ、こいつもうちょい詰めます、はい。ということで、じゃあまたね、ストーリーどんどん進めてね、まぁ、あ、EX どんどん出していこうかなと、いった感じで、はい。今回とりあえずこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。